夏休みの子どもたちが宇宙をテーマにした模型作りを体験しました。催しは今年の末まで開催されている東アジア文化都市の連携事業の一つです。各地のプラモデル教室で講師を務める大越智恵さんを招いて開かれました。子どもたちが体験したのは宇宙を舞台にした電気仕掛けの組み立てキットです。大分空港がアジア初の宇宙港になることを知ってもらおうと選ばれました。工作教室は明日も3回開催されます。空きがあれば当日参加も可能です。